んばんは、リサです。今回はこちらの皆さんも見たことあるかもしれないんですけど、ドラッグストアとかで見るのが好きなんですけど、その時になんかこんな感じでぶら下がってて、すごいパッケージが可愛いなと思って初め思ってて、で、あのサンプルが置いてあったのでタッチアップしたらなんかすごい軽い感じで面白い触り心地だったので知ってて、今回はこちらを使ってメイクをしていきたいと思います。使ったことない人もたくさんいると思うんで、どんな感じかっていうのを紹介していこうと思います。で、すごいなんかこのスフレみたいな感じの触り心地で、私ファンデーションってあのベタベタしちゃうからすごい苦手なものも多いんですけど、これは毛穴の間とかに入ってくれる感じで、すっごいサラサラ、パウダーもいらないんじゃないかっていうぐらいサラサラな仕上がりになります。よく見るとキラキラしてるんですけど、これはピンクパウダーとホワイトパウダーっていうなんか2色のパウダーが入ってるみたいで、なんだろう、内側から少し輝いたようなキラッとした感じの、ツヤ肌っぽい感じが好きな人はすごくおすすめかなっていう感じの仕上がりになります。私もこれしばらく使ってみて思ったんですけど、結構ナチュラルな仕上がりになるので、カバーしたい部分はコンシーラーとか使ってカバーしてこれをつけるとすごくいいかなっていう感じですね。本当に1本だけでもうパウダーまでいらないぐらいなので、すごく使い勝手がいいなっていうのが使ってみた感想です。まあでも私のオリジナルというか使い方としては、結構あの毛穴の凹凸を埋めてくれるような感じの素材になってるから、一応ファンデーションなんですけど、これをなんだろう、ベースとして使って肌を整えてからファンデーションとかのせてみてもいいのかなっていう感じは使ってみてありました。で、今回はこちらの素顔のエアフィット CC クリームピンクブライトっていう新しいそのピンク色のパウダーが入ったタイプになるんですけど、こちらを使ってピンクをテーマにしたショッピングデートというかデートっぽい感じのメイクをしてみました。皆さんは最近どんなお化粧前にスキンケアをしてますか？私はすごく今乾燥しているので、オイルを使うようになりました。まあオイルを洗い上がった顔に2、3滴なんですけどつけて、こうなんだろう、内側から外にマッサージしてあげるとすごい皮膚が柔らかくなって、その後つける化粧水とかも入りが良くなるから、すごいその方法が今は気に入っていて、朝晩メイクする前と夜お風呂に入って洗顔して寝る前に最近は必ず取り入れるようにしてます。どういうスキンケアしてるとか、お化粧前にするケアとかあったらぜひコメントでください。では早速メイクを始めていきたいと思います。はい、ではビデオスタート。はじめにコンシーラーでカバーしたい部分をカバーしていきます。次に赤いリップ&チークと混ぜてピンク色のコンシーラーを作っていきます。そして目の下のところとまぶたのところを隠してくすみを飛ばしていきます。そして細かいラメが入っているプライマーをいつもハイライトをのせる部分にのせていきます。次に素顔を使っていきます。このように手に取ってから顔に天井に広くのせていきます。結構伸びるのでそんなに取らなくても全顔に使うことができます。これでベースは完成です。そしてスポンジで余分な部分を取っていきます。テカリが気になるっていう人は軽くパウダーを重ねていきます。次にホワイトのパールカラーのクリームアイシャドウをアイホール全体に広げていきます。粉がよくつくように下まぶたにも軽くのせておきます。そして淡いピンクのアイシャドウを今クリームアイシャドウをのせた部分に広くのせていきます。次に少し濃いめのブラウンを際の部分からのせていきます。ピンクだと目元がぼやっとしてしまうこともあるので、ブラウンで締めると綺麗に仕上がります。
そして軽めに目頭側からブレンディングブラシでなじませていきます。次にブラウンのペンシルアイライナーでこの部分にのせていきます。目元がきつくなりすぎないように次に重ねるリキッドのアイライナーもブラウンを使用していきます。目を開けた状態で目尻から5ミリぐらい下がるように描いていきます。そしてブラシで先ほどのブラウンのアイライナーを少しぼかします。アイブロウは先にパウダーで描いてからペンシルタイプで描いてふわっとした眉毛を作っていきます。そして眉毛マスカラで髪の毛の色に合わせて眉毛の色を変えていきます。斜めになるようにマスカラ下地を塗っていきます。上下とも薄めに塗っていきます。次にマスカラを重ねていくとパール力とボリュームがある目になります。チークはピンク色のものをこの位置に軽く横に楕円に乗せていきます。次にパープルのチークを重ねると透明感が出てとても肌が綺麗に見えます。そしてラベンダーカラーのハイライトをスポンジに取ってスタンプを押すようにハイライトを乗せる位置に乗せていきます。この手間を加えることでさらに透明感が出ます。引き算したいので唇の部分は本来の唇に近いような薄いピンクのものを乗せていきます。これでデートメイクの完成です。おすすめの化粧下地なんですかとかファンデーションなんですかって聞かれたりするんですけど、最近は結構これを使って実際にお仕事行くときとかもメイクをしています。乾燥するから今っていろいろ重ねたくなるんですけど、重ねすぎると結構なんだろうよれたりする時もあるから、私は結構仕上がりがサラサラしたタイプのものが好きなので私的にはお気に入りかなっていう風に思いました。ピンク色のパッケージでもうちょっとモイスチャータイプもあるみたいなので、すごい乾燥肌で気になるなっていう人はそっちも試してみてもいいかもしれないです。このビデオを見てくれた人の中からなんと100名にこちらの今回の使っていた素顔のエアフィット CC クリームピンクブライトが当たるんです。応募フォームの URL が貼ってあるのでぜひそちらから応募してください。今回はなんと100名に当たるので当たる確率もすごく高くなってると思うのでぜひこの機会に応募してください。でミーとハルニャもやってるから3人の動画で300なんとギブアベイすごい太っ腹ですよね。あるのでいつもビデオを見てくれてるみんなにぜひ使っていただきたいので、でやったメイクを一緒にやってもらいたいので応募してください。今までもギブアベイしたことあるので、ルールは同じにします。で1個目、私の YouTube のチャンネルを登録してくれること、2つ目、この動画にいいねをしてくれること、この2つです。応募フォームから応募してもらって選ぶのでコメントは全然強制じゃないんですけど、ぜひコメントしてくれると嬉しいです。はい、応募開始は3月18日から4月17日までになっているので、詳しいことはまた下のところを見てチェックしてください。というわけで今までにないぐらいのギブアウェイになってるかと思うので、ぜひぜひ本当にぜひぜひやっていただければなと思います。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。